公益財団法人電磁材料研究所は、宮城県富谷市にある内閣府所管の公益財団法人。2011年7月1日に公益法人制度改革に基づいて公益認定され、財団法人電気磁器材料研究所より解消。2018年1月に宮城県仙台市大白区八木山南より現在地に移転。設立当初の研究分野は、 蒸気の通り営 S 口、新経 S 口、センラストなどの応用研究であったが、解消後当初の研究分野は、戦後の平和産業の振興に貢献するための、精密機器用特殊金属材料の開発研究であった。中心となった材料は、マスモトリョーラが発明した、時計用髭全米や、動力用全米用のエリンバーもしくは、インバー材料であり、我が国の時計、 軽量機などの高精度化及び産業の発展に大きく貢献した。これらの材料は半世紀過ぎた今日もまだ主要な精密機器用材料として多方面に利用されている。平成期に入り小さな機能材料、デバイスから豊かな社会をのキャッチフレーズのもとで従来の溶融製造法によるバルク材料とは異なる基礎凝縮法を用いた 高機能性薄膜とそれを用いた次世代電子デバイス部品の独創的開発研究を開始した。法人本部、ありがとうございます。